チェコ参議院受講全員会議、公表評決通過指示台湾参加世界衛星大会、うわ。外交部今天表示、小持続与えチェコ及び相関友好国家強化ソーラ関係、積極推動台湾参与国際組織。外交部発言人応援案上後表示、チェコ参議院全委員会28日58日例的圧倒性評価図、一致通過決議指示台湾参与世界衛星組織 WHO 及び世衛所有活動。決議内容特別公邸代表合作成果、増持続受けチェコ政府在国際売機明確指示台湾参与。大江安差しで、配分チェコ参議院全員決議これ系去年5月チェコ参議院外交、国防事安全委員会、及び衛星自社会政策委員会、分別通過指示台湾国際参与的決議後、首自在全委員会紙一致力定第3課在5月召し会的は、外交部対チェコ参議院的かなえ力指示、表立つ誠し歓迎よさ誠、大江安首相、台湾与えチェココレ在各領域と合作密切り的理念スケチカおびただし版、去年液状金法時期、双方上4月即戦書貿易合作連合商名、共同承諾いたす力貿易下に、物資設備、私人経験分通る等合作。応援案表示、チェコ参議院議長ユイトクヒト氏、ミロスビスターシル、去年8月新興歴史性訪問、新華両国各校交流、包括会区台湾政府演奏チェコ口座を聖ちゃん戦、前副総統陳建仁在対象貿易戦場会議分通る公益経験等。このほか、台湾与えチェコなり在教育、鍵、官補、へぼう等領域見つ切り合作、成果有名京都、大江安協調、外交部小持続与えチェコ及び相関友好国家強化ソーラ関係、積極推動台湾参与、国際民航組織、ICAO、及び、連合国気候変化公約公約、アンフカック、等国際組織、譲る国際社会了解、台湾海番組号、サラ王外譲る台湾番組号、台湾キャンヘルプ、LET 台湾ヘルプ。第74届けは詳細5月24日いたり6月1日登場、遊泳液状底検診、今年会議所持続再始陣方式進行。